告別。お前のバスの三連音がどんな具合になっていたかを、おそらくお前は分かっていまい。その純朴さ、望みに満ちた楽しさは、ほとんど俺を草葉のように震わせた。もしもお前がそれらの音の特性や立派な無数の順列をはっきり知って自由にいつでも使えるならば、お前は辛くてそして輝く天の仕事もするだろう。大聖著名の学人たちが妖霊言や過激をとってすでに一家を成したがように、お前はその頃この国にある比較の古地と竹で作った関東を取ったけれども、今頃ちょうどお前の年頃で、お前の素質と力を持っているものは町と村との一万人の中にならおそらく五人はあるだろう。それらの人のどの人もまたどの人も五年の間にそれを大抵なくすのだ。生活のために削られたり自分でそれをなくすのだ。すべての才や力や財というものは人にとどまるものでない。人さえ人にとどまらぬ。言わなかったが、俺は4月はもう学校にいないのだ。おそらく暗く険しい道を歩くだろう。その後でお前の今の力が鈍り、綺麗な音の正しい調子とその明るさを失って再び回復できないならば、俺はお前をもう見ない。なぜなら俺は少しぐらいの仕事ができてそいつに腰をかけてるような、そんな多数を一番嫌に思うのだ。もしもお前がよく聞いてくれ、一人の優しい娘を思うようになるその時、お前に無数の影と光の像が現れる。お前はそれを音にするのだ。みんなが街で暮らしたり一日遊んでいる時に、お前は一人であの石原の草を刈る。その寂しさでお前は音を作るのだ。多くの侮辱や窮乏のそれらを噛んで歌うのだ。もしも楽器がなかったら、いいか、お前は俺の弟子なのだ。力の限り空いっぱいの光でできたパイプオルガンを弾くがいい。